皆さん、はじめまして、沖縄県のプレイズレポーターしております、アルファトラックスの伊藤春也と申します。10月17日に行われました、九州熊本チャリティーイベント、ブレッシングライブ、ご報告をしたいと思います。まず、場所なんですけれども、宜野湾っていうのは、沖縄のちょうど真ん中辺ぐらいに位置しまして、そこに沖縄クリスチャンセンターっていうのがあるんですも、ここでですね、3組のアーティストたちが集まって、九州熊本のために祈って捧げようという行動を起こそうというね、そういったイベントが行われたわけですけれども、平日の、月曜日に、やったんですけれども、にもかかわらず多くの方々が、集まってくださって、本当に素晴らしいイベントに、なりました。このきっかけとなったのが、8月にアルファトラックスに所属しているオリーブという、ユニットがですね、九州に行って、そしてボランティアでコンサートのツアーをしてきたんですけれども、彼女たちもちょっと予想だにしなかったほどに復興が遅れているというような状況で、倒壊した家がそのまま放置されているというような状況を目の当たりにしてですね、ショックを受けて帰ってきたっていう報告を受けました。がれきは撤去されてはいるんですけれども、家が潰れたままで、それがかなりの量があるという、数があるというような状況で、被災者の人たちも戻れずに、中には自分の家の近くにいたいということでですね、テントを張って近くに寝泊まりをしているようなおばあちゃんもいましたし、本当に大変な状況が続いているということを私も知りまして、それで東京でまずチャリティーをやったんですけれども、その流れでですね、10月に、沖縄でもせっかくだからやろうじゃないかということで、本当にいっぱいのお客さんが来ましてですね、で本当に賛美を分かち合って、熊本のために祈り、また熊本のために捧げてくださる、そのような行動を起こしたですね、本当に有意義な時が持てたかなというふうに思っています。沖縄というのは小さい島なんですけれども、私たちは賛美を通してイエス・キリストを沖縄の地でも伝えながら、分かち合いながらやっていきたいということで、何年も続けてきたんですけれども、沖縄というのは教会がたくさんあるんですけどもね、横のつながりもあって、本当に牧師同士が仲が良かったりするんですけれども、やっぱりそれなりにいろいろな問題を抱えているわけですね。例に漏れず少子高齢化で教会の強制が落ちているとか、そういったこともありますけれども、保守的な教会も今は本当に伝道の必要性を覚えています。それから、賛美の必要性も覚えるようになって、そして私たちもそれに協力できる、していけるようにですね、いろいろなファクターを彼らに提供して、いるんですね。そういったところでですね、このチャリティーコンサートっていうのも、賛美を通して、働きをしていこうということの一環としてやったんですけれども、チャリティーといっても、ただ捧げればいい、ただ歌えばいいということではなくて、そこにある本当の、根底にある本当の愛というものをですね、届けたい。そのような思いで一致できる、そういった場所でもある。沖縄に限らず、またその被災地に限らず、日本に必要なのはイエス・キリストの本当の愛であると、私は考えながらですね、賛美を通してそれを伝えていきたいなっていうふうに思っているわけです。チャリティーもそうですけれども、伝道のコンサートもいろいろな形で、これ今後もですね、続けていきたいというふうに思っていますので、ぜひですね、祈りしていただきたいなというふうに思っております。以上、沖縄県から伊藤春也がレポートをいたしました。